当社は1968年から創業しております。私が2代目となります。先代の父は長崎カステラの職人であり、カステラ屋さんからもともと始まったお店です。現在では80名のスタッフを抱えるようになり、大きな会社と成長させていただきました。今年なんと50周年記念、これからますます新しいことをチャレンジして、頑張っていきたいと思ってます。これまでは、ね、日本で勉強することが主でしたけども、近頃は世界にたくさん友人がいますので、世界の技術をどんどん会社に取り入れて、世界基準っていうのを会社のコンセプトでやっていければなと思ってます。これはね、例えば焼きたての商品いろいろあります。ジェノワーズ、フィナンシェ、焼き菓子等々いろいろございますが、やはり看板に普通に自然に冷やすんでは余分な水分まで抜けてしまって、そういう思いがやはりブラストチリングをすることによって水分がきれいに残ってくれる、品質も上がるわけですね。それから食フリージング、これはもう私ジェラートをたくさん作るんですけども、もうジェラートにおいては欠かせませんね。やはりマイナス40度の世界、35度の世界、これを簡単に作れますし、瞬時に固めないといけない工程がたくさんありまして、そういう意味では、食フリージングは大事になってきます。特に私はジェラートを作ります。ジェラートでデコレーションケーキを作ります。冷やしすぎるとそれができなくなるんですね。フリージング温度はマイナス9度で出てきます。それを12度、13度、この辺のデリケートな温度でキープできるのがマルチフレッシュです。これがないとジェラートケーキは作れません。僕が思うに新鮮さっていうのはやっぱり人の心、その新鮮な材料を使うのも人ですし、新鮮なものをダメにしてしまうのも人です。だから素材に向き合う心の方が大事で、新鮮な気持ちでお菓子作りをする、新鮮な気持ちでお客様に向き合う、社会と向き合う、人として優しい心を持って仕事をする、これが私の新鮮です。